Space Monkeys TV。 ブラックバスの口よりも女の子の手を握りたい。スペースモンキーズ TV のサルです。今日ですね、また、千代田湖に行ってきました。で、今日行く前にですね、髪の毛をね、美容院に行ってセットしてきました。髪の毛をカットして、そしてパーマもかけました。そんなこともあって1時間だけブラックバス釣りへ行ってきました。でね、昨日たまたま本当にね、ゆうまずめいい感じのバスをね、釣る動画をお届けできたんですけど、ファイトシーンからっていうところがあったんですよね。使ったるわ TK ツイスター。今日も TK ツイスターを使ってちゃんとキャストからフッキングするまでの一部始終ではなく、なるべくカットしないで動画に撮れましたのでお送りしたいと思います。それでは行ってみましょう。もう時間的にやばい時間じゃないかな。あ、ちょうど5時なってますね。あとほんとできて1時間。今日は夜4時を片付けてからの夕方スペースだと使いました。 TK ツイスター。昨日ね、ここでね、投げたんですよ、この動画ね。で、ファイトシーンからなっちゃったんで、今日は問題良ければファイトシーンというか合わせる姿も撮れるんじゃないかと思って、夕方スペースだけ望みをかけてきました。行ってみましょう。 TK ツイスター。はい、ですね、今5時のチャイムが鳴り終わりました。これね、沖側っすね。ヘラブナのロープが2本通ってるんですね、向こうに向かって。さらに沖側のこっちからあっちに向かって2つ交錯するところで釣れて、よくまあこのロープを乗り越えてきたんだなと思います。だから、いきなり戦闘シーンからで申し訳ないです。本当にね、やっちゃったね。糸きれいにするからって投げたらさ、釣れとるやないっすけ。ここはね、これは取りたい。はぁ、わぁ、はい、やりま、あ、やべえ、見て、つらいち、ここ、超ギリギリ、超ギリギリ。いやー、今ね、本当に戦闘シーンからで申し訳ないです。ここでね、向こうでなんか投げたら、ラインが汚くなったから綺麗にするなんつって一発投げたら、釣れちゃった。釣れちゃったやつだね、これね。40アップ。40アップ。びっくりした。釣れとるみたいなね。ロープ2、3本あるんですけど、うまくかいくぐって取れた。ああ、ゆうまずめ40アップバース。いい感じ。ちょっと投げてみましょう。これ多分ロープに乗っかっちゃってるんだと思うんですよ。一瞬食ったぞ。ライン動きましたね、今ちょーんって。よう動くな。なんじゃない、トップかこれ。今ロープの上に乗っけてシェイクしたらギルが当たる。多分そのギルを食ってたバスだけで食ったんですよね。いい感じにね、ずれちゃう。多分引っ張られたからずれたんでしょうね。
よっしゃよっしゃ、グリ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 、今日も一匹 TK ツイスター、 OK。 サイズは昨日よりないけど取れましたね。はい、 TK ツイスター、このパターン熱いかもしらん。まあ、さ、昨日よりサイズは全然ないですけど、一匹 TK ツイスタージュニア、よかった。はい、いかがだったでしょうか。どうにかね、太陽がね、落ち始めた直後からキャストをし始めて一匹キャッチすることができました。ただね、昨日のよりかサイズはだいぶダウンしてしまったんですけど、いい釣り方、そしてフッキングで寄せ、そしてキャッチまで映像にすることができました。やっぱりね、自分が好きなワームで釣るとね、バス釣りは面白いってな感じですね。てな感じでサイズは小さくなったんですけど、千代田湖で TK ツイスターバス一匹取ることができました。以上、スペースモンキーズ TV でした。バイ。下手すればここでもうラインが動くかな。走る。今見えます？ラインが落ちてる。見えますね。あれを頼りに。無理しないでね。え？マジで何？俺が終わる。いや、今日すげえ心にゆとりがあるんですけど、釣れちゃったな。いつでもいいよって感じですね。あ、今ロープ当たったっすね。ここでロープ当たったんで、ほら、あ、今1個超えちゃった。持ったな。多分2本目のロープに今乗っかってるんで、これ今乗っかってるっすね。ここら辺でステイ。ちょっと糸だるいです。今もうロープ乗っかってるから引っ張られてますよね。大体ここのロープあたりでラインがコンって走ればバスですね。もういないかな、釣っちゃったかな。そしたら多分こっち側っすね。移動してますもんね、こいつら。ところでゴンとか当たったら多分でかいんですよ。もうちょっとあんまいないかもしれないですね。すげえなんかとバックラッシュしてるって、なんでですかね。マジやん、あんま悪いことしないの。ダッチ投げてみますか。やってみます。数打ちは多分当たりますよ、誰かに。もう今5時半回ってないですか。5時半ぐらいです。あとね、釣れたのが多分6時ぐらいなんで、あ、昨日まだ全然1時間ぐらい、ここ絶対チャンスありますよ、ビッグチャンスが。でかいですよ、釣れたら、ちゃんと。あああああああ、めちゃフッキングしちゃった。で、これがあるからね、怖いんですよ。でもよかった、水じゃなくて。一回これ俺レベルバイプとかぶつけて割ってるっすよ。あかんあかん、よかった壊れてなくて。もう、あ、でもへこんでる。あ、もしかしたらこれ